男性9人組グループ SnowMan が11日大晦日に公式 YouTube チャンネルで無料生配信ライブを開催すると発表した時間は未定だが同日には NHK で「紅白歌合戦」も開催多くのファンが視聴するのは必至で紅白にも影響が及びそうだ配信はメンバーたちのたくさんのファンのみんなと一緒に大晦日の夜を過ごしたいとの思いから決定 会場は明かしていないが、無観客で行うという。所属するスマイルアップ旧ジャニーズ事務所が創業者の小ジャニー喜多川氏による性加害問題で揺れる中、所属タレントたちが紅白に出場するかが注目を集めている。出場歌手は近く発表されるが、NHK は現状、出場枠ゼロの方針を崩していない。SnowMan は事務所の所属タレント中。 シングルチャートではタペストリー W がキングプリンスに次ぐ2位を記録した人気グループ今回の発表に SNS には「紅白じゃなく大晦日かは SnowMan と過ごす」との書き込みも放送関係者には他のグループも配信ライブをすると発表するんじゃないかとの声も広がっている配信はスマホで手軽に視聴できるだけに 紅白にとって大きな脅威となりそうだ。